小島町は、群馬県南東部、日田郡にあった、人口約1万4000の町である。埼玉県との県境に位置する。2005年3月28日に、大田市、日田町、矢ブ塚本町との合併により、大田市となり消滅した。町の南部を利根川が流れる。なお、南端の前小屋地区の真ん中を流れているため、前小屋地区の北部は、群馬県側、南部は、 埼玉県側となっていたが、2010年の群馬、埼玉県境変更に伴い、大あざまい小屋の利根川南岸は、埼玉県深谷市の一部になった。新田市の始祖、吉重の小撃がこの地を領有し、徳川姓を名乗ったことから、徳川市発祥の地と呼ばれる。町の南の縁を利根川が流れる。山と芋の産地であり、1970年代には、 約280ヘクタールに及ぶ芋畑が町内に広がっていた。柔らかい土質のため、冬場の空っ風で土ぼこりが広範囲に巻き上がり、窓や戸の隙間から土ぼこりが侵入してくることが風物詩となっていた。町の中央、安陽寺地区には、かつて日清加工、群馬工場が創業し、ひどるきしる網を製造していたが、2000年6月10日に、 爆発事故を起こした。爆発音は、大田市はもちろん近隣の伊勢崎市、桐流市、埼玉県熊谷市や深谷市と3 0キロメートルほど離れた前橋市や高崎市などにまで届き、従業員4名が死亡し、一般の町民には死者こそ出なかったものの、小島町役場をはじめ近隣の建物に窓ガラスの破損などの甚大な被害をもたらした。なお、現在工場跡地には、 名鉄運輸の大田支店が立っている。小島町は2005年3月28日に旧大田市、日田郡日田町、矢部塚本町とともに大田市となったため3月27日に閉ちした。以下の項目は大田市を参照のこと。小島地区の中心を東西に群馬県道142号、綿貫篠塚線、旧国道354号が南北に 国道17号上部道路がそれぞれ走り、小島庁舎のすぐ西にある安養寺交差点で交差する。国道県道急行名県公名小島庁舎に立つ中島地区兵の像。ありがとうございます。